瞳ゆきちゃん。今の千尋くんは常連よね。彼うまいよ ね、 ね、イケメンやしね。誰ですか、この今の千尋くん。前回も福岡で中学2年生よね、彼ね。ゆうせい、あ、でも内富僕みたいにイケメンですね。内富さんの娘、娘拾わない。いいや、拾えないでしょ、今のは。あ、鈴木くん、以前優作とお店に行った安村田口です。はい、お前もいや、優作さん分かりますよ。すいません、八郎田口さん。いやいや、ふざけんな。ちょっと待ってくださいよ、これ大事よ、ここ。そう、大事ですよね、ここ大事に。ここ大事。あ、田口さん、ご無沙汰してます。あ、ちょっとお世話になりましたって言っとけばいいよ。分からなかったらそうなの、言えないし。全然違うこと言っていいですか。ポテサラ食いたいですあ。銀座のポテサラがあるじゃないですか、うん、あれ出してくださいよ、大会で。ふざけんなよ。お前なんか最近さ、多いよね、そういうの。今度お前世界大会、あんな美味しいやつをいつ出すんですか。今度世界大会行くじゃろ、お前。ナイス。そうっすね。社長も行くんすか。いかんいかん、俺はティートカップ。あ、そっかそっか。さあ、打ち止め。分かった、田口さん。ポテサラ食いたいね、ポテサラ。ちょっと癖があるな、癖があるな、この子は。やっぱりちょっとこねるっていうのですね。緊張してますね。かわいいね、かわいいけん許す、癖は許す。夏子さん呼びましょう、今。あ、呼んで。よし、娘やし。したらすげえ解説。あ、ちょっと、夏子さん呼んできて。俺ちょっと今、ちょっとおしっこしてみて。真ん中で行こう。はい、うん、ま、夏子さん真ん中で。デタラメやっていいんですか。うまいよね、かわいい。なんか夏子さんみたい。いや、もう夏子さんでしょ、これ。もうまんまです。噂によると国木くんと付き合ってるっていう。あ、元なんすね。あ、ちょっと今ピー入れた。ピー入れた。ピー入れて。ピー入れてくださいね。ピー入れてくださいね、今。これ、キロさんが見たら怒るよ。夏子さん、メインボード。お疲れ様でした。あれ、これ、今決勝戦されてますけど、はい。もうね、ドキドキして。あ、ナイスワン。ここでもう実況させましょうって言って、僕呼びに行きますって言ったら、社長は俺トイレ行くから夏子さん真ん中に座らせろと。いや、もうね、はい、母のはもうドキドキですよ。今日何の日か知ってます？そうですね、娘誕生日です。あ、そうなんですか。え、何の日？今日父の日です。あ、父の日。あ、これ誕生日なんですよ、こいつ。あら、こう優勝したらそら飲ませますよ、僕は。18ですか。20歳ですもんね。20歳。はい、18歳、若いなぁ。ちょっと頑張って自力でバースデー優勝とかね、しないかな。18歳は俺何歳、16歳ぐらい違う。何年前16年ぐらい前。サバ4年しか。サバ4年でしょ。ちょうど9年前ですね。あれ、これ突然国木とか来ないですか。ちょっと、いや、怒られるかもしれない。はい、やめましょう。夏子さん結構教えるんですか。はい、いや、教えるっていうか、私より飛ばし方はね、基本的なんですよ。じゃあ、言うて娘さんどっちが練習しますか。え、練習ですか。練習はもちろん私の方がするんですけど、この人練習したらね、もうちょっと上手くなりそうなんですけど、お邪魔してます。こねますよね、結構。そうなんですよ、それすっごい本人気にしてるんですよね。やっぱ緊張すればするほどこう、こねちゃうんで。はい、かわいい。めっちゃ似てますよ。かわいいしか言わない。かわいいですもん。似てるって言ったら多分ね、ショック受けるんです。そうなんですか。いや、いいじゃないですか。めっちゃね、似てるって言われるんですけどね。うん、あ、千尋くんのセッティングがマスミくんみたいですねって。そう、なんか大好きみたいで、唐揚げ社長、そのまんま、すごい。ちょっとグリップもちょっと真似してるんですかね、ちょっと。うん、だと思います。やっぱ研究して大好きなんで、今日2セット眺めながらニヤニヤしてましたね。どこの北九州ですか。北九州、そうですね。トリップでよく投げてらっしゃるんですね。唐揚げ食っとるっす。頑張れ。はい、
ナイス、ナイス、ありがとうございます。自由ですね。自由なんですよ。めっちゃ自由だわ。今日やっぱ来てからが疲れてたな。クニキちゃんの時履いてたんですけどね、そこから入らなくなっちゃいました。めちゃめちゃ近いでしょ。でも熊本からここ、あ、いやいや、2時間半とか3時間くらいですよね、弱。これ上がったらやばいですね。あ、来ますよ、ナッチーさん、かわいいと。ナッチーさんかわいい、 あ、 ありがとうございます。はい、娘がね頑張れいや、もうなんか見てられない。どうですか、母から見て、やっぱ見てられないですか。やばいやばいやばい、自分のよりもなんか緊張しますね。なんでプレミアム負けたの。え、いや、お、いるの、酸素。あ、お、いやー、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。唐揚げめちゃくちゃうまいっすね。ちょっと娘の、これうまい。娘なんですよ。ちょっとあの授業参加みたいな感じ。ほら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 、カモン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 、唐揚げミックス。ブル。いや、緊張、絶対緊張しました今。力んじゃいましたね。チョイスです。はい、恥ずかしい、見て可愛い、これで可愛い、もうほら恥ずかしがってるじゃないですか。はい、ブルーでアレンジ。いや、だから、はい。やっぱそこは、あれじゃあ、めっちゃくちゃ可愛い、テレビ増えてる感じが。お疲れ様です、すいません。今日早々とあのですね、負けてしまってですね。言うやん、酸素。マジ鹿児島弁じゃん。かなり。あー、なるほど。あー、もう一度。ドキドキするんですよね、ドキドキするんですよね、これの。今日、まあでも今日門限あるんで、はい、まあまあ11時あ、全然全然、今ちょっと53間に合う。まあまあ、まあ大丈夫です、大丈夫です。ブルーいたんですか。11時ことかなければ。めっちゃ唐揚げうまい。いただきます社長、唐揚げ足りない。ナイス。すごい、娘さんこれ押さえてきてます。唐揚げと油そば当たりです。娘さん多分予約済みとかないです。社長、油そば当たりです。めちゃくちゃ可愛いな。俺がもらった方がいいかもしれない。性格おっさんですけど大丈夫。全然、でもやっぱ子供っぽいとこもやっぱあると思いますよ。え、危ない人ですか、もしかして。危ない人、佐々木さんって危ない人ですか。さっきからこう、可愛いな。唐揚げください、僕これ。僕もやりますか。とりあえずよ、社長、唐揚げはないですよ、社長。食事です、食事。おつまみとかじゃないですよ。あ、おさわりあるんですか。いやいや、あの年齢制限があると思うので。もうおさわりダメですよ。誰も。え、そんな、え、あとすごいめちゃめちゃいい人のイメージがあるんですけど。待ってください、あの今も一瞬で悪い人っていうイメージをつける人もないですよ。そうなんですか。まだ触ってない。すみません、まだっていうと語弊あるけど。違う、上手だな。やっぱ、首ぐらいから効かないんだったら。セッティングの途中でやる、やめましょう。そうですね。娘さん、レーティングどれくらいですか。夏子さん、今何歳なんですか。え、だから今日18になったんですよ。じゃあ、夏子さん、私は昨日、になりました。あの誕生日1日違いってことですか。昨日私で、今日が娘で。ウイスキーロックください。誰に飲ませて言わせようとしてるんですか。24になりました。24? そうです。それにやろや。俺マックスライト24番なんですよ。レイディーに年を取らないで。確かにちょっと野暮ですよね。レイディー、レイディー、レイディー、ツッコミが激しい。レイディー、レイディー。まあ摩擦、なぜいいイメージを持つか分かりません。まあその通りですよね。俺からしたら、いやいや、ダウンしてる姿しか見てないから。いや、ゲスです。ゲス、何ですか、注ぎ選手。もうゲスです。嫌なこと言うな。選手ってやっぱそんな言わんもん。マサス選手。ああ、ナイス。この中ではなんかこう結構紳士っていう、分かるっす。はい、トリニダードの中では多分ダントツ紳士だと思う。紳士なのはジョンですからね。え、待ってください、待ってください。え、どうした、お前いつも裏でゲスってんじゃん。握らされジョン。全然全然。ジョンのひろきはまあいいプロですよ。うん、いや本当に。え、なんすかこのみんなでジョンを押し上げようみたいな。今日はあの佐々木との試合、ノーブルワンブル、ノーブルワンブルワンブルみたいなのを出してね。ノーブルワンブルワンブルです。よう覚えてますね。俺韓国プレイヤーなの。ちょっと厳しいな。マサスさん、プロ戦に出始めてる感じですか。プロ戦に出始めてる。ちゃんと佐々木さんが回ってるんですね。ちょっと、まあ、ナッツさん負けるよ、ほら。え、まず、言わんないですね。佐々木さん、佐々木さんの動きをなんか言ってもらって。
男性陣にはクソすぎるとかやつ違ったことじゃなかった。考えたらね、千尋君の方がプロ戦に出て、はい、その出始めての感想を聞かせてくれと。パーフェクトパーフェクトで 出始めて感想がないのかと。ダーツのあの厳しさを教えられてます。はい、敬礼レンジャーレンジャー返事な、それ返事な。おいっすっつって、おいっす。いやでも、うん、天笹さん広島大会見てましたよと。なんかそのお題が欲しいよね。いやでも、まあ、娘が試合してるのに男性陣がクソすぎるっていう。男性陣っていうのはどの辺で多分こっちがあるしね。僕は真面目に MC してると思うんですけどね。そもそもあのメタワークの試合をこう解説っていう、はい、そうですよね、多分だと思いますよ。上手すぎる。あーナイス。この今どっち広くんでるっていつもアンダーで決勝に行くんじゃないですか。そうですね、上手ですよ、うん、前中野サラちゃんと決勝だったら、はいはいはい、はい、ね、あ、今日サラちゃん来てないんですよね。そうそう、うん、珍しく中サラ。そう、だからこの3人、年が結構近いから。サラちゃんと千尋くんが確か同級生。へぇ、ゆうきの方が1個か2個上なんですよね。あ、じゃあ17歳なんですか、この子。なんかこの子は、確か今年高校ですね。高校ですよね。はい、すごい回してらっしゃいます。めちゃめちゃ回して。今なんで社長謝られたんですか。いや、ごめんごめんって言われたんですけど。ごめん、あ、僕ここを外すからごめんね。あ、ちょっと、うん、あ、仕事お疲れ様です。こんにちは。いいですよ、いいですよ。あ、来ましたよ。内富選手はイケメン3人の中で誰がイケメンですか。イケメン3人どこに、どちらに。もうやだな。伊豆ちゃん、伊豆ちゃん、伊豆ちゃん、いや、それ答えた方がいいですよ。ちゃんと答えた方がいいですよ。いや、もうちゃんと答えな、あの。いやいやいや。27歳でプラトニック。いや、もう普通に、普通にも、はい。な、普通になんですか。いや、普通。いや、めっちゃ来る、めっちゃ来るよ。そこ拾う、ナイス。ナイスオーバー、ナイスオーバー。そう。10ラウンド、11ラウンド。この A の人さん毎回コメントしてくれますけど、いい質問だと思います。これなんかついてくるんですね。これごめんね、俺マサスさんに聞きたいんですけど、伊豆ちゃんとどんな関係ですか。もうこれはもう視聴者さんがやっぱ聞いてるんで、絶対知ってる人ですもんね。いやいや、そんな言わないと分かんないですから、言った方がいい。すぐ言って伊豆ちゃんつって分かんない人。すぐ言って。わかんないですよね。今日はあの鹿児島の女子取りで、さっき投げてましたよ。あ、さっきあのもちさんに負けた。モンモンの彼女が、あ、モンモンの彼女が、モンモンの彼女が投げてましたよ。普通に言うたね。別にまあ俺の口から言わないといけないことでもないんだけど、だからなんでその意味が、ね、愛してる、うん、愛してる、もう愛してる、ね、春ですね。ちょっとちゃんと言って愛してるかどうか。え、ちょっと待って、何この場。え、言って、言ってちゃんと気持ちを今伝えてよ。言わないと多分ずっと言われますよ、うん、まあ、愛しとうよ、まあ、愛しとうよ、愛しとうと。いやいや、うわって何。ちょっと、しかも何、なんか違うよ、思ってた反応と違う。本当に言った。俺も本当に言わされるとは思ってなかった。チェッて、チェッて、チェッて。いや、いい反応です。間違いない。どうした、ゼロワンだ。緊張してね。これチョイスじゃないですね。普通にゼロワンですね。先行取ったんだ。うん、先行取ったんですね。おー、ナイス、こう先行。頑張れ、娘。投げてる感じ似てますよね。あ、似てるのかな、どうなのかな。私、愛想がないとか怖いって言われるんですよ、すごく。え、そうですか。愛想の塊だと思うんですけど、あの投げてる時余裕がないので、もうすごい怖いかもしれない。でもそう、僕も一緒ですけどね。まあ、でもね、そうなんですよね。そういう選手は基本愛想ないですもんね。いや、俺愛想だらけですよね。いやいやいや、面白いですね。愛想の塊です。もうあの、俺よそ行きですからね。あ、こんにちは、お疲れ様ですみたいな感じで。でも多分皆さん知らないでしょうけど、注ぎ選手とかなんかまあ2週間ぶりとかに会ったらすぐ肩パンチとかしてきますから。それもんもんだけです。これ挨拶だけみたいな。いや、うまい、マジうまい。伊豆ちゃんいないから他の人触りまくっていいんですかと。え、触りまくってるんですか。基本触りまくってますからね。いや、基本触りまくってない。伊豆ちゃん見たら本当にショック受けますと。そんな触っ、そんな触ってないっていうか、そんな、うん、そんなっていうのもおかしいんですけど。ぶっちゃけもう伊豆ちゃんも多分挨拶化してると思いますよ、そういう目に関しては。え、ちょっと待って、マサさんはそういうもんだと。え、うんうんって頷いてるのは何ですか。なんで、はい、で僕もフェリックスしたの、僕も自衛官ですって。僕も自衛官です。もう本当にこういう自衛官に絶対ならないでください。いやいやいや、下手すぎますよ。俺より先輩の可能性ありますから。いや本当に
こんなんじゃないなら何かさんも失礼でしょ、はい、同じ男として情けないは摩擦、はい、その通り情けないわ情けない本当情けない日本男子として、あ、惜しい、すいません、なんか頑張れ娘、情けないシーン、あ、でもね、ちーちゃんも誰でも触るんですよ、摩擦は、いや、触んないですよ、本当に、ちょっとそのさ、触る系さ、やめようよ、マジで広まったんだ、あんなに伊豆ちゃん可愛いのになんてこった、いや、だからパンナコッタ、なんてパンナコッタですよね、もうありがとうございます、本当にいや、まさかここで解説的でパンナコッタやるね、どっちを応援するとかも、そう、もう本当にどっちも頑張ってほしいですけどね、まあでも牛部さん的にやっぱ娘を、いや、でしょう、なんかね、そりゃそうでしょ、めったにないからバースデー優勝してほしいですね、ハッピーでもね、もしかしたら優勝したら放送呼ばれるかもよって言った瞬間に、え、嫌だーとか言ってたので、市長ですって言ってるけど、リグ市長、リグ市長、おまあ、いや、後輩だ、大体後輩だ、ちょっと真面目な質問、ほら、プロの方はビットで狙ってると聞きますが、本当ですか、なんとよしなんですよ、まあ、注ぎさんぐらいになるともう、注ぎさんはいつもビットでって言いますもんね、俺は右のブル狙ってます、右のブルよくわかんない、右のブルよくわかんないな、ブルの右側とかだったらわかりやすいですね、ビットで狙うっていうのはなかなかしてないんですけどね、その大まかにそのインブルを狙う、まあ、わざとこうブルの周りを狙ってみたりとかするんですけど、うん、あ、わざと、はい、もう過ぎて一周通り過ぎてですね、もうあんまり意識はしてないですね、あ、それあれですか、コンマイさんの営業ダーツの方ですあれですか、鈴木さんがあの言ってた営業ダーツの方法の話ですか、あ、これ言わない方がいいやつですけど、その営業ダーツ、営業ダーツというか摩擦だけにする営業ダーツ、この前確かに行った時に、え、あれ営業だったの、俺に対してなんて、え、そこでこう勝率どんぐらいなんですか、まあ、とモモが上だと思います、そんなこともない、モモの方が上だと思いますよ、コントロールしてんの、じゃあ営業ダーツとして、まあ、いや、もう、あ、そう、俺が気持ちを変えれるために、いやいや、別に、いや、でもモモの方が上手なんで、モモの方がすごいね、モモモモ言うても分からん人多いんや、うわー、ナイス、さあ、この人頑張れ、いい筋で、伊豆さんに負けた伊豆ちゃんをどうやって慰めたのっていう質問、いい質問来てる、どうやって慰めたの、熱く抱擁を交わしたとか、いや、それ多分熱く抱擁を交わす、これからじゃないですか、抱擁を交わすもんじゃなくね、あー、まあ、742トリプルが1本絡む天敗ですね、軍曹さんですよ、はい、軍曹さん、軍曹、お、ある、カマン、軍曹ですってことは、まあ陸曹だから、だいたい多分こいつは上、ういドキドキしちゃうわ、これいいですね、ちょっと削ってみたいな、これ上がってみたいよ、これ見たいよ、これ応用悪くないですよ、そのね、いやこれあれですよね、内海さん優勝した瞬間に抱きしめに行くんですよ、え、どっか壇上のもう一本やん、もう一本やん、チェック、チェック、チェック、もしかしたら19狙ってたかもしれないからね、先に20取りになってやっぱ真ん中に入っちゃ う, そ う, そ う, そう、とりあえず基礎だったら19、17狙っとけって思ってるので、よ、ね、しかも、オープン、オープンよ、これはちょっと熱い、ちょっとほら娘さんにやけましたね、にやっとしました、心拍数がドン上がるやつ、多分クリキ打ってない、クリキがどっかでドキドキしてない、おー、そういう、そめっちゃ、え、そうじゃない、めっちゃ強く、え、14からじゃない、オープンアウトっす、オープンアウトだけど、あ、まあ、でも、でも、うん、こういう子だわ、おーし、まだあるよ、あるよ、あるよ、スケスケスケ、はい、どうしようって感じの顔してました、今鹿児島の駐屯地です、ちょっと今そういうのじゃないです、はい、いやもうやっと見て、このちょっと照れた感じ見た、こうっていう感じ、こうって感じ、私を若くして可愛くしたらあんな感じで、若くして可愛くした感じ、カモンカモン、落ち着いていこう、落ち着いていこう、18ダブルですよね、そう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 、いい感じなんですね、最高、うわぁ、さあ25どっから行く、多分いつも決めるんでしょうね、いつも決めるんでしょうね、決められるんですよ、楽に、さあこれをね、これがチャキチャキンとか言ったりするんですよ、あ、いや、チャキチャキチャキンとかこうね、シングル狙ったらチャキチャキンとか入ってするんですよ、よし、いい、そこいいよ、そこいい、そこでいい、そこでいい、下に押してもいい、うわー、チャキチャキン、11は11だよ、そこ娘、惜しいよ、娘、お母さん興奮しております、お母さん興奮しております、謝ることないんやで、あー、ナイスアウト、いやー、うまい、ナイスアウト、いや、やっぱドキドキですよね、やっぱり、あー、そうなんだ、ずっとテーブル一緒で、まさか決勝だねって話してて、お互い楽しくできればいいねって言ってたんで、楽しめたんじゃないですか、いやでもこういう
まあ、若い頃からちょっとね切磋琢磨できるっていうのはすごい、うん、で同じ年頃の子たちと同じ年頃もっと部活を見守る保護者間違いないですね間違いないですなんか国木の試合を見てるとは違う保護者感が、まあ、そうですね、ね、ガチな保護者ですからねやっぱり、うん、リアル保護者だから、ね、リアル保護者の気持ちっていうか、あ、そうだね、うん、保護者だけそうですね